皆さんこんにちは、 OSK 日本歌劇団の伊吹恵奈です。なんと本日は OSK レビューカフェ in ブルックリンパーラー大阪から初の一人トークショーをお届けします。最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、ではこちらの机の上に10枚のカードがあるので1枚ずつ引いて質問に答えていきたいと思います。はい、まず1つ目は絶対に譲れないこと。これは私は毎朝、譲れないことかはわからないんですけど、毎朝まず起きるとヨガをして、その後はカーテンを開けて、また窓も開けて、で少し外を眺めます。でその後にいろいろ準備するんですけど、お化粧したり髪型をしているときは必ずタブレットで好きな音楽を流しながらやっています。でその時に、今夏なので暑いので、ドライヤーをホットではなくクールにして、こう立てかけると風が来るんですけど、それがないとちょっとお化粧しながら汗だくになっちゃうので、それは絶対に譲れないことです。はい、はい、これは終わって次に行きます。じゃん、最近食べた美味しかったもの。最近食べて美味しかったものは、自分で作っていうのもあれなんですけど、だし巻き卵っていうのがあるじゃないですか。そのだし巻き卵のだし、なし卵なんですけど、黄身と白身を箸で切るようにしてぐるぐるってして、味付けは塩のみで、でもそれをきれいに巻いて食べた時に卵本来の美味しさを味わえることができたので、とても美味しかったです。はい、次いきます。じゃん、理想の男役像について。これは初舞台生の時にの桜祭りの時に舞台に立たせていただいた時から言っていたんですけど、歌、踊り、お芝居の三拍子揃った男役さんで、包容力がある男役が理想だなって思っています。またよく娘役さんが男役さんを立てるように舞台に立つっていう風におっしゃってるんですけど、それと同様に男役もその娘役さんがどういう風にしたら綺麗にお客さんに見えるようになるかなっていうのも考えてやるのが理想の男役像です。はい、次に行きます。はい、休日の過ごし方について。自粛期間中は、先ほども言ったんですけど、朝起きて少しストレッチをして、午前中が大体終わります。で午後は、夜が暗くなる前に縄跳びをして、で夜日が落ちてきたなって思ったら家に帰って筋トレをしています。で必ず毎日半身浴はしていて、で今のこの少し外に出れるようになった期間は、なるべく私は休日を作りたくない人なので、休日、あ、今日お稽古がないってなった日は一人で歩きに行ったり、どっか他の教室にお稽古しに行ったりして、ちょっと体がなまらないようにやっています。残りのカードが6枚です。いきます。じゃん、いつか行ってみたい旅行先。これは絶対に韓国です。以前の動画リレーでもお話ししたんですけど、私は韓国が好きなので絶対に韓国に行きたいと思っています。美味しいご飯や日本にはないおしゃれなカフェなどがたくさんあるので、それがテレビでやっているといつか行きたいなって思うんですけど、今このような状況なので夢で終わってしまうかもしれませんが、いつか行ってみたいです。またおすすめな韓国のいいところがあるよっていうのがあれば教えてください。よし、じゃあこれ、ステイホーム中に家で見た映画について。私映画はちょっと長いのであんまり見ないんですけど、映画じゃなかったら、これも韓国になるんですけど、韓流ドラマをよく見ました。
韓流ドラマは、まあ、ラブストーリーもあれば時代劇もちょっと見てみたりしてたくさん見させていただいたので皆さんもぜひ見てみてください。はい、今までの OSK 人生を振り返ってもう一度演じたい役、これはやはり初舞台生の時に立たせていただいたマーサーリトさんの対談公演マイディアにもう一度出たいと思ってます。この時は初舞台生だったのでもう何もわからない状態で、でもセリフをいただいてもうどうしていいかわからなかったのですが、ただ上級生の方についていくっていう気持ちだけでやっていたので、多分その今よりかはその時はその経緯について深くあまり考えれなかったのかなって思うので、もう一度やってみたいです。最後のフィナーレに黒鉛筆があったと思うんですけど、その時も黒鉛筆の着こなし方を上級生の方に教えていただいて、でも自分のものにするところまでは多分行ってなかったのかなと思うので、今の知識っていいのでもう一度やってみたいと思いました。続いて、じゃん、舞台以外で挑戦してみたいこと。私は大きいジェットコースターに乗った時がないので、ちょっといつか大きいのに乗ってみたいなって思います。あのジェットコースターはあるんですけど、地元の富山の動物園に100円入れると2周だけ回るちっちゃいのがあるんですけど、それは本当にすごい低くて同じ距離を同じコースをただ2周するだけで何のあの気持ちもなかったんですけど、なので、まあ、いろんな遊園地とかの大きいジェットコースターに乗って開放感を楽しみたいなって思ってます。残り2枚です。はい、OSK でやってみたいこと、これはぜひOSK で全国ツアーというので地元の富山県で公演をしたいです。昔は金沢の方までは公演をされていたっていうのをちょっと耳にしたので、もう少し先の富山県まで行けたらいいなって思ってます。富山の人に私がここまで大きく育った恩返しと、OSK 日本歌劇団っていう素晴らしい劇団があるよっていうことを富山の人に伝えて見てほしいなって思っています。はい、では最後の質問になりました。じゃん、憧れの存在。憧れの存在、もちろんこの OSK の上級生の方皆さんそうなんですけど、一番身近だなって思うのは、今高校3年生で愛知県で野球をしている弟がいるんですけど、まあ、たまに連絡をして一人ですごい頑張ってるなって思って、プロの世界に行きたいって言ってるその言葉通り今着実に階段を上っていってるので、姉として負けてられないなって思ってます。そういう弟からも刺激をもらって今後も成長していきたいと思います。はい、なんと10枚全部の質問に答えられました。はい、嬉しいです。ではこれからはまたこういう皆さんとお会いできる時間がない日が続くと思うんですけど、絶対に OSK は負けないので、皆さんも見たいっていう気持ちを心に、次は直接お会いできる日を楽しみにしています。皆さんに素敵な公演をお届けできるようお稽古も頑張ります。本日は最後まで見ていただきありがとうございました。